えと父親がキャバクラにハマっていくのはやめません、えー。何度か一緒に趣味を見つけようと話を持ちかけましたが何をするのはめんどくさいと言って聞く目も持ちません。何度かキャバクラがいをやめさせたいです。何かいい方法はありますかということなんですがうーん男のキャバクラ通いをやめさせるか。 <laughs> お金がなくなるの以外はあんまりないですよね。なんでかっていうと、そのキャバクラに行くことによって、具体的にどんなデメリットが出てるかっていう問題に多分なってくると思うんです、普通に散々になると思うんですけれども、でもほら、あの人間って残念ながら、愚かな行為をやっぱり自分からするわけですよ。例えば僕なんかも完全に健康のことを考えたら、ワインとか一滴も飲まないとか、アルコール飲まないようにした方がいいんだけど、でもやっぱ好きだから飲んじゃうじゃないですか。だから一定のバカさっていうのはやっぱり人間ってあって、だから今回のオリンピックの件とかで、いろんな人が叩かれたりとか、あの辞任を追い込たりしてますけど、彼らは別に するわけじゃないんだけどでもさみんなさ 冷静に考えてみてみくださいよ人間ってそんなきれいな生き物じゃないですからねだから規則を作ったりとかルールとかで人間を縛ったりとかしますけどなんでかっていうと人間ってアホだから、うん、人間ですごい誘惑に弱いし間違ったことをいっぱいする未熟な生き物だからだから法律縛らなくちゃいけないし罰を与えたりとかしなくちゃいけないわけなんですよっていうふうになってるのでそもそも人ってきれいじゃないからキャバクラに行くお父さんをどうにかしてあげたいっていうのは気持ちは分かるんだけれどもたぶんその労力ってとろに終わっちゃうから自分を幸せにすることの方考え 考えた方がいいと思いますよ他人は変えることはできないんでね概要欄とコメント欄から d ラボとオーディオブックは無料体験できますぜひチェックしてみてくださいそれではバイバーイ